めっちゃ FPS 上がる。皆さんどうもこんにちは、レイムです。フランです。マリサだぜ。今日は12月15日に追加された、フォトナが軽くなる設定についてご紹介します。お？そんな設定が追加されていたのか？そう、PC のみでね。でもアルファ版らしい。アルファ版って試験的なやつのことだよな。そうだな、でもこれから改良されていく余地があるってことだよ。画面に出てるレンダリングモードを、パフォーマンスアルファ版に設定することで対応するよ。反映には再起動が必要だね。へぇ、設定は意外と簡単だな。誰でもできるね。一旦、普段の状態で動かして、FPS がどのくらい出るか計測して、その後、パフォーマンスモードに変更した後の FPS を計測していくよ。普段の設定ではロビーでこんな感じです。結構出てるな。500から600くらい？うぷぬし？割と PC に金かけてるんだよね。ここからソロに潜ってみようと思います。さあ待機島だぜ。右上に FPS を出しておいたぞ。待機島だと、200いかないくらい？か？ロードが終わると240くらいいくね。バトルバスだぜ。おお、360fps 以上は出てるな。適当にクラッキーあたりに降りていくよ。降下中は 280fps 前後かな。その多さで変わりそうだけど大体そんなもんだね。降下後です。 FPS にご注目ください。300前後うろうろしてるね。戦闘中だとやっぱり FPS 下がるな。 GG でした。通常設定の FPS はこんな感じです。次はパフォーマンスモードに変更して検証していきます。レンダリングをパフォーマンスモードに変更して再起動してきました。お、上がってる。700を超えるようになったね。ただ、ちょっとキャラの画質が下がったかな？動画じゃわかりにくいかもだけど。通常マッチでどうなるか気になるな。そうだね、早速行ってみよう。待機島に来たぜ。おお、なんかカクカクしてないか？なんか最初だけカクカクするみたい。安定してきたね。場所によっては300くらい出てるな。通常設定よりも上がってるね。バトルバスだぜ。あれ、ここはそんなに変わらない？うわ、急に上がった。400超え。何かロードと関係あるのかな？少し時間経ったら安定するタイプかもね。降下中も300以上出てるね。さっきと同じところに降りるよ。はっきり差が出るね。400近く出てる。さっき300いくかいかないかくらいだったもんね。戦闘中も300くらいで安定してるかな。デメリットとしては画質が下がってるところですかね。まあ気になる人はいるだろうな。私は今のところ問題ないけどね。なんか建築ピースの色キモいんですけど。これが、デメリットか。FPS 上げるために、限界まで画質下げた結果だろうね。さすがにこれは気になるな。ちょっとクリエで建築してみますかね。はい、ハブに来ました。はい、これハブじゃなくて何もないマップだろ。今クリエバグっててハブに来るとこうなるのよね。ほら、あそこにマップ選択できるとこあるよ。完全にバグってんな。というわけで適当に建築してみるぜ。うわ、予想以上にキモいぜ。これは気になる人は気になるな。建築の遅延とかは感じないから、慣れちゃえば問題なさそう。ただ、両つべ配信とかには向いてないかもね。そうだね。画質を気にする視聴者がいたら嫌かもね。やっぱりプレイした感じはそんなに違和感ないかな。FPS 気にしてなかったけど400、500は出てるね。こんな感じで一気にいっぱい建築するとなんかチカチカしちゃうかも。建築する前のピースと置いた瞬間のピースが見にくいな。最後に鉄とレンガを見ていきます。鉄の色と建築前の色が似てるから余計に変な感じ。
個人的なレンガの方が見やすいかな。さっきも言った通り、操作感は全く問題ないです。メリット、デメリットを考えて設定する感じですね。以上が紹介となります。いかがだったでしょうか？これは賛否両論ありそうだな。画質が大きく下がるところがポイントよね。低スペ PC でも 144-240fps 出せる可能性が出てくるのは、かなりいい追加設定だと思うぜ。FPS は総合的に100近く上がったね。スペックに悩んでる人はぜひ、設定の検討をしてみてはいかがでしょうか。今回の動画は以上となります。ご視聴、ありがとうございました。